こんにちは、中村はじめです。よろしくお願いします。今回候補者に選んでいただいてありがとうございます。頑張ります。自分のチャームポイントは多分この胸の形が綺麗なところだと。ヘアメイクの人に誘われまして、でまだ撮影自体はそんなに、まあ、4回5回ぐらいなんですけど楽しんでやってます。将来の目標はいい人がいれば結婚したいですうーん、普通の生活ができればいいですそんななんか年収いくらみたいな大きなこだわりはこだわりはないですね。ただ性格があったりとかちょっと面白かったりとかそういうのがあれば、まあ、プラスアルファでいいかなっていう多分自分より知識を持ってる人なんで、自分がこう話を聞いてて、あーみたいな、あ、そうなんだっていうのを言ってくれる人がちょっといいです とりあえず寝ることと漫画読むことと、あとは DVD 借りて見ることと、あとは猫と遊ぶことです。 DVD だと最近見たのはテッドを見て、で漫画だと少女漫画になっちゃうんですけど、俺物語っていうやつがちょっと面白かったです買い物ってよく行くのは池袋、新宿、あとはお台場とかですかね。ちなみになんかその好きな服のブランドとかってあったりします？基本的にまあちょっと安いのを安いのをよく見せようっていうところはありますでもまあ好きなブランドとかだと、まあマウジーとか、うん、ちょっとシンプルな感じの方が好きですかね、はい、近場とかだったら、うん、横浜とかちょっとこう雰囲気があるような感じのところに行きたくて、ちょっと遠出とかしたんだったら温泉に行きたいですかね。譲れないもの、さっき休日の過ごし方もお話ししたんですけど、まあ、睡眠時間がどうしても6時間以上じゃないとちょっと行動的に無理かなっていうところですかね。まあ、寝られるんだったら10時間ぐらい寝たいです前世考えたことないですけど、虫じゃないかなって思いますちなみにそれはどうしてですか？なんかストレスなさそうな感じがとりあえずこう、なんでしょう、生命に生きるのに必死っていう感じがします。生まれ変わっても女の子がいいです。そのまま。そのままの。男の子とかじゃなくて。じゃない方がいいです。女の子の方がおしゃれもできるし、みたいな、ちょっと化けれるし、どうにかなるかなっていうところがあります。はじめまして、中村はじめと言います今後ともよろしくお願いします。まだ初めて日が浅いので知ってらっしゃる方々はちょっと少ないと思うんですけど、もし雑誌とかそういうのを見てちょっと気になるようなことがあれば応援してくれたら嬉しいです。これからも頑張っていきますので応援よろしくお願いします